はい、というわけでお話の方をしていこうと思います。ガブ君です。今日はですね、宇野昌磨選手がスイスに行ったんですけれども、まあ、スイスと宇野君の環境が非常にマッチングしているといったお話を、起動したかと思います。はい、宇野君を見ているとね、ヨーロッパに羊ちゃんがいっぱいいるんですけども、羊ちゃんに、ね、似てるなっていう感じがするんですね。うん、なんていうのかな、畑とかね、野原に羊がね、駅から駅に電車を乗っているといるんですけども、非常に羊を見ているとね、宇野くんみたいだなと思うんですよ。で、これなんでかというと、とにかく、時間を感じない。うん。まあ、その日本にいると、まあ、結構やっぱり時間を感じてしまうっていうのがあるんですが、まあ、宇野くんはやっぱりその時間にね、制御されるっていうのが多分あまり好きじゃないタイプだと思うので、まあ、それがその宇野くんの、環境が、まあ、日本にあんまり合ってなかったと思うんですよね。やっぱりこうね、記者会見ならうとうとうとうってね、こうで眠くなっちゃったりですね、グーってね、なっちゃったりするので、そうなってくると、まあ、一部のファンから宇野くんってね、羽生くんみたいじゃないねって言われてね、怒られてしまうっていうのがあると思うんだけども、まあ、そういったところがスイスではあんまりないんですよね。うん、だから、まあ、宇野くんの、まあ、技術が好きだったり、宇野くんのその性格がね、好きでファンになる方が多いと思うので、まあ、それは日本でも変わらないんですけれども、あまりこう、だからといって、嫌いな人からね、批判されるっていうことがあんまりないんで、まあ、多分スイスの方が全然宇野くんは合ってるかなっていうふうにも思うわけですね。うん、とにかく、日本は本当に大阪から神戸の間にもね、ビルがあったりして、もう常にこうビルや家があったりして、休める環境はないと思う。特にこう大阪にね、住んでて、神戸にね、会社がある人は電車に乗っていく人多いと思うんですけども、ずっと街中じゃないですか。もちろん神戸の場合は、まあ、山が急斜面のところが多いんで、景色が時々移り変わって綺麗なんですけども、大阪から神戸ってほとんどもう家やね、ビルが立ち並んでるんで、もうずっとビルやね、家を見続けなければいけないわけですね。うん、東京から横浜埼玉もそうですし、埼玉から東京もそうだと思うんですよね。なので、もう常に、ビルや家を見続けて、出勤や学校に行かなければいけないっていうのが、まあ、日本の環境なわけですね。まあ、もちろんね、ブリュッセルとかね、ベルギーのブリュッセルとか、フランスのパリとかね、に住んでる場合は、まあ、あれなんですけども、宇野くんの住んでるところ、今生活しているところは田舎町なので、まあ、非常に電車走ってる時も多分ね、羊ちゃんを見ると思います。てか多分ね、宇野くん羊ちゃん見たと思いますよ。うん、可愛い羊ちゃんいるんですよ。鈴とかついてるんですよね、ここに。で、黒とかね、白とかいて、なんか、うん、本当にね、時間がゆったり過ごす、ゆったりね、してるんで、うん、まあ、本当、宇野くんに似てるなとかって思いながら見てるんですけどね。そう、だから本当にこれからね、いい環境で練習していくということで、まあ、かなりね、これから伸びていくんじゃないかなと思いますね。はい。というわけで、二つ目のお話、宇野選手と羽生選手の仲が悪い理由についてなんですが、まあ、これは、まあ、多分、まあ、普通に考えて、宇野くんの体が、まあ、少しこう、まあ、どちらかといったらですね、総合格闘技のような感じですよね。まあ、ちょっとこう、ゴリゴリな感じがするというか、マッチョな感じがするってね。まあ、肉食系、まあ、お肉が好きで結構、こう、ぷよぷよんとしてる感じで、ちょっとムチムチな感じがあるわけですね。そういったムチムチな感じが好きな女性からすると、まあ、羽生くんみたいな細い感じはあまり好きじゃなかったりするし、逆に羽生くんが好きなファンからすると、宇野くんのムチムチしてるような感じよりも背が高くてスラーっとしてるっていう感じが好きだと思うんで、まあ、ルックスで見ると、まあ、非常に分かりやすいんじゃないかと思うんですよね。うん、そう、だからまあフィギュアスケート、まあ、日本のそのファンの、感じとしては、そのやっぱりですね、ルックスでやっぱり入ることが非常に、まあ、これはね、もう当たり前です。もう、なんか一番ね、やっぱり大事なのがルックスになっちゃうんですよ、どうしても。もう、これはもう、嵐とかね、いろんなその格闘技のファンとかね、見てますと、やっぱりね、ルックスがやっぱりどうしてもね、大事になってくるわけですよ。うん。まあ、だからこればかりは僕はもう言いませんけどもね。だけど、まあ、宇野くんと羽生くんのファンが、衝突しちゃうのは多分、まあそういったルックスの違いっていうのがね、やっぱりあるのかなっていうのは大きいんですよね。うん、まあ正直言うと。まああとは、まあ性格的な問題もあると思います。羽生くんの場合はこうね、カメラを向けられたら、クシュンってやったりね、して、で、こうやってこんな感じで話すんだけども、宇野くんはもうそのまま眠かったら、記者会見で、こう、
ってね、こう、ズズズズズみたいなね、そういったマーク出てきます。ズズズズって寝ちゃうみたいな、そういう感じですよね。なんで、そのままね、自分の日々のね、心をそのままこう、反映させてるっていうのが、うのくんだと思うので、まあ、これね、天然って言っちゃうと、ちょっとね、ボカーンとね、コメント欄でやられるんですけどね、そう、ボカーンとね。宇野くんは天然って言った瞬間にボカーンとやられるわけなんですので、あんまり言わないようにね。そう。まあ、羽生くんの場合は、まあ、きっちり、こう、きっちり、きっちり。まあ、そうだね。まあ、そのね、心が、伴っている、感じですね。まあ、地に足がついているような、気配りっていうのは上手、かなと思うんですよ。なので、そういった、その、ファンサービスのね、仕方が、羽生くんと宇野くんの違いで、やっぱり羽生くんはね、こういった感じできっちり、人前に出てもきっちりしてる。でも宇野くんは、まあちょっと天然っていうとはなんだけども、天然性っていうのがね、出ちゃって、あんまりこう、まあ良くないと思うっていうところを、やっぱり、まあでも宇野くんの方がこう、そういったところが好きだっていう人もいると思うんで、やっぱりね、かなり、2人の性格が違すぎて、やっぱりね、ファンが、まあ、衝突しちゃって、それが大きくなってしまうっていうのは、やっぱりありますね。で、僕のやっぱりコメント欄とか見てると、宇野くんのファンが、やっぱり羽生選手のいいことに対して、こう、文句を言ったりとか、羽生選手に対して宇野くんのファンが文句言ったりとか、そういったことがあると思う。やっぱりね、どうしても、仲が悪い。あと、あったかな、なんかの大会で、羽生選手と宇野選手のその喧嘩があったんですよ。ファン同士でね。まあそういうのがありますので、やっぱりね、いつの時代もね、仲は悪いなと思うんですよね。で、あとは、まあ、これはなんで、そもそも論として発生したかと言いますと、高橋大輔選手の、まあ、個人競技引退っていうのも、関係してるのかなって思います。どちらかといったら、多分高橋大輔さんの、ファンは、どちらかといったら、宇野くんのファンの方に移るかなっていうような印象はあると思うんですよ。まあ、宇野くんが高橋さんを尊敬してるっていうのもありますし、それからタイプとしても、ちょっと高橋さんにしたら、ちょっとムチムチな感じがあるのかな。まあ、感じはするっていうか、男前というかね、そういう感じがあると思うんで、多分、高橋さんのファンだった方は、宇野くんのファンに移ってると思うんですよ。そう、そういう印象を受けるんですよ。だからまあ、もともと、高橋さんのファンと羽生くんのファンがすっごいとにかくぶつかってるっていうのは僕は何度も目にしてますし、僕の妻の関係者というか、仲良くしてる方がいるんですけども、その仲良くしてる方が非常にこの、ファンのね、事情っていうのを詳しい方がいまして、まあ、フィギュアスケートのこの観客にいてね、結構、なんていうのかな、まあ、仕事をしたりとかしてるんですよ。そういう方がいまして、僕の知り合いにね、その方がね、羽生選手のファンと宇野選手のファンと高橋選手のファン、羽生くんと高橋選手のファン同士の衝突、まあ、これがね、とにかくすごいということで、まあ話してたんで、まあおそらく、まあ高橋さんが引退してからそのファンが、宇野選手のファンに、宇野くんにファンに移ったっていうところが、まああるから、まあ、その昔ね、羽生さんのファンと、高橋さんのファンがもともとすごく仲が悪かったっていうのがありますと、まあ、やはり、高橋さんとの、ファンの、羽生くんのファンの、衝突の延長線上に、宇野くんと羽生くんのファンの、争いや、戦いっていうのが垣間見れるのかなっていうふうにも思うわけですよね。まあでも僕は一番言いたいのはやっぱりルックスかなっていうふうにも思います。ルックスと性格の違いで、仲が悪くなってるのかなっていうふうにも思いますよね。まあそんな感じです。なんかあんまり今日は大した話じゃないんだけどもね。あとね、まあただね、僕一つね、今度、次ね、次ね、僕次回お話しする内容がですね、ちょっと皆さんにこれ朗報です。超朗報を言いたいんですけども、宇野くんのファンと羽生くんのファンが、団結する、そういったお話をしていこうと思います。これで、ね、団結したんですよ。どんなに私たちは宇野くんのファンは嫌、羽生くんのファン嫌って言ったとしても、ファンにならざるを得ない事象っていうのが今後起きてしまう可能性があります。これをですね、次の動画でお話の方をしていくので、もしよかったら楽しみにしていただけると嬉しく思います。というわけでですね、まあね、まあだからね、本当は仲良くしてほしいんだけど、やっぱりね、僕もね、歌舞伎の前ね、どっちなんだろう、この前も綱引きっていうお話、こういうふうな話したんです。僕はね、もう血液型がね、ね、O 型なんでね、もう八方美人っていうのがありまして、もうね、どっちもいいっていうのね、これが一番安全なわけですよ。ね、どっちもいいっていう、まあそういったところありますので、まあでも本当にね、まあそういう抜きでね、まあ信じることはないと思うんですけども、本当にどっちもいいと思ってます。宇野くんの性格も羽生くんのね、性格もどっちもやっぱいるからこそ2人が持ち上がっていくってあると思うんでね。まあそのように八方美人な感じでね、最後見ていただきまして、今日はこれで終わりにしていきたいと思います。
それでは次回の方、楽しみにしていただけると嬉しく思います。これで今日は以上になります。最後までご清聴していただきまして、ありがとうございます。また。